今月三十一日に告示される県議会議員選挙など統一地方選挙に向けて県警察本部に選挙違反の取締本部が今日設置されました。今日午前取締にあたる県警察本部捜査二課の入り口に看板が設置されました。県警察本部によりますと昨日までに看板やポスターの設置数や場所などの違反にあたる文書掲示で すでに四件の警告をしたということですまた四年前の前回の統一地方選挙では三十九件の警告と詐欺投票や自由妨害などで三件検挙していて逮捕者も出ているということです選挙の自由と公平性を確保する立場として普遍、えー、不当かつ厳正公平に取り締まりを推進していきます 県警は本部と各警察署合わせておよそ1270人体制で取り締まりに当たるとともにホームページなどで選挙違反に関する情報提供を呼びかけています県内の統一地方選挙は今月31日に告示される県議会議員選挙のほか6つの市や町の議員選挙などが予定されています